ジャパンか。お母さん。パークウィングズ東京競馬場。あの仕切られた指定席あったかそうだな。さあ東京競馬場。あすごい、なんか超かっこいい。ドバイだ、ドバイワールドカップの。てってて。ビギナーズセミナー。新エンペラーオーギュス・トロダン。ケルベニア・ルレッツァ。さあそろそろ見えてきましたよ。すごい並んでる。なんで？うん、今日普通の日なんだよな。今日ジャパンカップとかないよね。どういうこと？これはすごい並んでる。昔こんなんじゃなかったのに。結局 QR コード。これは事前に買った方がいいね。行くぞ。どこだ。まずあっちだね、お母さん。すごい。広いのはいいんだけどさ、広いのはいいんだけど、もうなんか陣取ってる人いるんだね。すごいわ。結構すごい。やっぱなんかあのレジャーシート引いてさ、前あんなあったのかな。こっちが観客席。でかいね。うん、風強い。観客席もでかい。あの下の方が自由席だよね確か。でも番号書いてあるな。さあとりあえず あそこあの天皇賞の時とかにね、ちょっと偉い人が来るとこらしいよ。うん、なんかどこが自由席なんだろう。有料席って書いてある、変わっちゃったのが。そっから入ろう。そっから、はい、これってそこじゃないよ。そっから入るよ。さあ行くぜ。来た。ここ、え、あれけん、これは払い戻しだ。発売払い戻し。これ何？ジャパンカップ。お母さん見て、スイカじゃなくて馬か。どれ？いや分からん。どれ？スイカじゃない。これあれなんだ。馬か。うん、なんかチャージするやつなんだ。さあまずはここで書きます。何を？ん？ここでこうやってこれを書いて。僕も。買うの。うん、うん、君は買えないのよ。これはパパたちが買うの。でもパパたちは遊びなのでね。100円とかだけど。ね。はい、じゃあこれ書いていきましょう。生まれんでお母さんは？ママの手が今どんどん入れて20万まで入れ、うん、同時に出てきてる。100人だけ出てきてる。すごいですね。
から出てくるよ。あ、出てきたね。ありがとうございました。眩しいぐらいだね。すごい天気。てってて、側にいる。何番何番？見えねえ見えねえ。うわー、もうこれは、わあ、すごい大接戦。すごい大接戦。うわー。お母さん来ました。来ました。お父さん当たりました。これ。すごい大接戦だったね。見て、いきなりレコード。ちょっと待って。レコードって、そう、今までここ走った中で一番速いってことや。今日天気いいしね、量だからね。あ、違う、でもダートか。ね、頑張って走ってきたんですよ。すごい。でも本物のワンも見たから、あそこの真ん中あたりにね、飛んでるワンも。ブフブフってしてるよ、近く行くと。ほら、リュック見える、あの遠くの方。スタートするあの台が動いてる。中投票権。これだ。ここに入れればいいのか。シャキーン。はい。生産。チャリチャリ。すごい少ない。はい、次お母さん入れて。ありがとうございました。スタンプしちゃダメ。うん、ダメ。上にね、あのガラス張りのね、あそこからだとでもちょっと遠いよね。そう、目の前で見たいよね。すごい、もうほんとほら音聞こえるでしょ。結構すごいよね音。うん、こんな早く走っちゃって大丈夫なんか最初から。あの10番の子、あのちょっと口上げてガウガウしてたね。ジャングルポケット思い出す。早いね。やっぱ目の前で見ると、見て、うん、あの子はそうね。あ、ほらマスクつけてるでしょ。あ、すごい画面が。こっから、あー、なんか結構前が残るな。すごい。大画面で見れるんだよ。ここの方がまあ見やすいっちゃ見やすいよね。さあ2階に行きます。2階はね、飲食店とかね。そう、うん、立ってさ、
いいね。さあどこで食べますかって話だな。プレミアとだ。チュロスどこでも人気だね。あ、ここもなんかお弁当みたいな売ってる。あとであの北海道プレミアバニラのアイスソフトクリーム食べたらいいじゃん。自動で閉まる。なるほど。おお。なんか黒い馬が多い。ほらほら、とことか歩いてるでしょ。これでね、これで、そう、馬の状態見るんだって、その日の。で、これで、ピザーラがある。ピザーラにも、チュロスみたいな、チュロスじゃなくて、チュリトスだって。これいいね、このピザーラ普段食べないから。嫌い、じゃあ行こう。なんだよ、ピザ普段食べない。ファーストキッチンもこっちにもあるんだ。ファーストキッチンいい匂いする。何これ、うまカクテル。へえ、すごい。天皇賞秋カクテル、ジャパンカップカクテルとか。これちょっと飲みたいね。枠色カクテル。へえ、こっちだ、お母さん。ステーキ重バーグ&ペッパー弁当、ここだ。ペッパーランチでした。この匂い、ペッパーランチ美味しいですからね。でも重いけどな。いや、やっぱ東京競馬場限定のステーキ重じゃない。いいね。中央インフォメーション、なんかいっぱいいる。あ、勝った馬だ。何これ、なんか超かっこいい。あ、70周年アニバーサリーだって。アーモンドアイ。あっちはなんか別の場所かな。なんか展示物。あ、ディープインパクト。あ、いいね、お母さん。ディープインパクトとオルフェーブル。やっぱ6階 S 席はなんかちょっといいあれなんだね。5階とかもほら見て。バスタだったらここじゃない、この階じゃない、さっきの4階に築地銀だこハイボール酒場。バーガーキングあるよ。カレー、カレーはココイチ。確かに行ったことないね。最近ね、ステーキの長いものが来たら素敵になる。確かにステーキから棒を取ると素敵。お、頭いいね。ご注文、お会計、現金のみ。ああ、なるほど。ながら来るの嫌だよ。うん。鉄板じゃなくてさ、あれの方がいいよね、こっちのね、こういう。ハンバーグはいらないの？ハンバーグもそう。これにする？これでいい？これ2個買う？これとこれ？これとこれ1個ずつにする？うん、じゃあそうしようか。じゃあ行こう。あ、そうなんだ。これ食べるね。うわー、すごい。超あったかそう。じゃあ
す。じゃあ、こぼさないようにね。これももう、はい、こっちは。いただきます。こっちは。開け方がよくわかんない。おお、あれ、こっちあんまりだな。写真よりなんか、ちょっとなんか肉がすげえしょぼい。ハンバーグの方がなんかすごいなんか湯気も出てて豪華って感じだね。でも、うん、食べていいよ。あ、これめっちゃうまい。めっちゃうまいだろ。パドックがあって、パドックからこっちに来ると馬いる。あれね、寒いから多分なんか服着てるんじゃないかな。シマウマってことはないよね、多分。いやー、天気がいいと素晴らしいですね。2回目。お、結構まあまあ戻った。ねえねえねえ、あの向こうの方歩ってってみるから、向こう側に。次あれかな、また芝かな。そう、この大型モニターの前のあたりに馬場内、何これ、キッズガーデン in 東京競馬場あるよ、グルメエリア。はい、このですね、地下をね歩って、結構長いんだよね。そう、全部今からこの大馬さんたちが走ってるところの下歩きますからね。あ、そう、これ馬の状態、こういう行動してたら馬ってこうなんだよって、馬の気持ち。馬、あ、これはあれだ、各部位の名前だね。間違いを見つけようね。ですよ。さあ抜けました。あ、いろんなラーメン売ってんだ。ちょっと食べたいやん。唐揚げ餃子。うん、ね、すごいラーメン。めっちゃ並んでる。じゃあ、あれ行っていい？うん？ちょっとお母さんと相談だよね。森林公園にもあったトランポリン。トンネルをくぐって反対側、ドーン、すごいね。ここはね、こう広がってて、遊具とかね、アスレチックとか結構でかい遊具が。あとゲートブランコ。多分この辺に住んでる人は競馬やらないけど、入場料払って子供遊ばせに来るみたいなね。全然ありそうだよね。バーすごい、これ。すごい、遊具のでかさがすごい。さあ、大馬さんが入り出しました。これ第4レース。さあ、第4レースも当たるかな。あ、でもなんか、あ、出てきちゃった。番号ゼッケンも外されて、はい、もうちょっと問題児は今日は走らせません状態になってしまいました。1頭脱落です。
そう、はい、最後の1頭入りました。はい、出た、さあ来た、いいねいいね、あ、おお、すげえ早い。あれちょっと待って、あれどうした、1頭すごい遅れてる、どうした、あれどうしてたんだろう、見てなかった。あれあれ、13買ってないわ、1着の16番買ってたのに、超遅れた1頭。うわー、2着の馬買ってなかった。くそー、あー惜しかった。お茶コーナー、お母さん、あれこれ無料、カップは自動で出ますだって。俺ちょっと冷水押してみるわ。うん、おーこれいい、水だから飲めるね、お父さんも。明日のジャパンカップ当日はイチローさんが来場。あのあれだね、え、今日英語教室ないよ、お休みだからね、遊び来たの。なんで、さあ上どうなってるかね。おお、うちのエリア子供と家族連れすごい、やっぱこれは家の近くあったら来るもんな。庭で昼寝すんの、今日は。うん、すごい気持ちいい。さあこっから帰りは行ってみよう。さあ西門の方に出ます。入り口来たとこだね。食べ物めっちゃすごい、これ逆に何食べるか考えちゃうぐらいだね、困っちゃうぐらい。へえ、大倉弁当だと、大倉弁当気になるの。ずっとの一生、あ、これこのコアカレー、しゅうちゃんね、お父さん、あのお母さんとねバイバイしなきゃいけないんだよね。ママ行かないで待ってって書いてある、あの巻き場王みたい、特徴。あ、ブリンカー、なんかいろいろ、イライラしてるときは耳が後ろにペタ、イライラしてる、これ気をつけないとだね。あ、このブヒヒのやつはあれだね、馬の視界350度だって、真後ろ以外はほぼ全部見えてんだ、すごー。騎手の体重は40キロ台平均、馬券は100円から買える、100円の馬券が最高1,900,000になったことあんの、やばいくない、それはやばいって。3連単だろうね、しかももう全部があの人気ない馬、馬主になるには年収1,700,000以上、資産7,500、あれちょっと待って、馬主いけるんちゃいます。じゃあ牧場王はすごい確率だったんだね。へえ、これはもう決まってるんだ、父か母のどちらかが必ず足毛。あ、なるほど、足毛じゃない馬からは足毛生まれないんだね、つまり。馬は軽車両で、うん、
なるほど。あれを右に行きます。左に行くとあのもう本当入り口の方、あれ右に行きます。はいはい、キッズエリア、芝生エリア、新幹線エリア。そうね、ここは本当いい。これはマジで天気のいい日、子供を連れて遊びに来るのおすすめ。うん、さあ、なんか人が全然いないけど、こういう方がいいね。だからこっから上に行くしかないんだ。右側通行。はい、来ました。あ、ここ本当入り口だ。この売店のあるとことかね、ここは最後に寄ろう。あ、向こう行くと確かフードコートあった気がする。こっちにフードコートあった気がする。あったあったあった、結構ある。フードコートの列がすげえやばい。これは失敗したか、お父さん。ダメだ。ちょっと一旦このフードコート抜けるとパドックあるから、パドックに行ってみようか。外もすごいぞ、これめっちゃ並んでる。ご飯はちょっと少し早めに取るとか。はい、出た。遅れた11は買ってない。ここでご飯食べれる、デートで。来てよかった。なんかなんだろうね、そんな変わんないのに。じゃあチュロスじゃない、チュリトスよ。ちょっと違う。じゃあそれじゃあ一人なんか味選んどきね。パパどうしよう。パパ単勝じゃ少ないから馬連買おうかな。馬連。三連単はちょっと多いもんね。ID で生まれマルゲソラミメロンソーダで単品ポテトです。はい、OK。 うわピザーラすげー久々。ポテト、あポテトこんな、この結構細いタイプなんだね。測って開く。おー、なるほど、思ったより小さい。これ1500円ぐらいだっけ、ね、生まれ。なるほど、結構するね。仕方ないけどね。はい、チュトリス、チュリトスどう。チュリトスどう。めっちゃ酸っぱい。うまい。砂糖めちゃくちゃ。たださ
チュリトス。違う。一番上？もう一個まだあんのか。すごっ。ここな？なんかあった。イエーイ。ただのスポンジだ。会話もう指定席の人しか外に出れないぐらいだ。向こうはレストランプラザがあって、ああなるほど。第7レース。今までと逆方向にあるって。あ、お母さん。なんかゲートが。なんだろう。あんなとこにあるね。出ちゃった。まただ。うん、もしかしたらね。7番が飛び出しちゃったため馬体検査ね。なんだろうね、怪我があるかと。出た。お、いい音。ですね。おお、すごい。すごい。さあどうした？マナ、おい、これ来るか？どこどこ来てる？いいよいいよ。あ、誰か残、あ、ちょっと残って。そう、行け、いいよいいよ。行った行ってる。オッケー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 、来た。また当たった。ナイスナイス。ちょっと落ちるかと思ってちょっと、ま、ちょっと落ちちゃうかと思ったけど残りましたね。よっしゃー。第7レースね、お母さんが勝った馬券ね、脱走した7番。脱走の7番結局何着になったんだろう。一応4位、4着に入ってるね。よかったよかった。6。何これ。お、ねえねえ、これでかい。2000円だった。はい、大きい。これでも非売品なのかな。あれ、なんかこの辺も非売品だって。あ、このミルクまんじゅうもなんかいいね。あ、これいいじゃん。あ、でもこれサブレか。これがいい気するけど、ミルクまんじゅうにする？子供が食べるんだったらミルクまんじゅうの方かな。確かに。じゃあそうしましょう。はい。あ、結構いいな作りが。あ、裏このタイプが混じって、お守り、ちび守り、こういうのはいいよね。コップは？コップはいらないよ。あ、そのかわいいやつ。何個入ってる？これなんか縁起物だな。懐かしい。
で何？ピアスか。なんか重賞レースもないような日なのにね。ちょっと待って、人の数がめっちゃすごい、競馬人気すごいことになってるね。え、重賞レースがない日なんてね、結構スカスカしてたのにね。いやー変わりましたね、すごい。スタンドがそう埋まってるし、あの前のとこもすごいよ。あとほとんど予約席に変わっちゃってたのもね。あと子供すごい多い、あの遊具のある方めちゃめちゃ多い。大きく出遅れた。さあどうなるかね。いい、すごい、すごいね。うん、まあ、6番だいぶ遅れたね、しょうがないね。埃がすごいね。砂の上走るんだ。外から来そうだね。外から行くね。届いた。なんだ？に？ギリ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 入り抜いた。何番？1？ あー、はい。心置きなく帰れますお母さん。ピシ。ピシ。さあ、じゃあ帰ります。ありがとうございました。